これはね、発電池。発電池ね、これはあの、あ、7。一応両側のやつは、まあ、ダミーというか、この端子をつけるためにね、大外にはちょっと発電させてないやつつけとって、中のやつがね、中に間挟んでる、サンドイッチしてるやつが、で今、12本タイプかな。これで発電してますんで、中はね、もうみんな空洞で、ここに挟んでるやつね、ここに固形電解体、ね、セメント固形電解体の、まあ、マシュマロ入りのやつで、基本的に一応固形になってますんで、全部、液とかね、出ないんで。で、今ね、この発電池のこの数だけでは、ちょっとこのモーター回すことできないんで、一旦今発電してる電気を、ここに今ちょっと3つほどね、ボタン電池型の充電池。これはあの、以前ね、100均で買った、あの手でね、ミミュンとやって、あの、ここで発電して、ライトついてるやつなんですけど、最近売ってるやつはね、充電できへんタイプのやつになってるんで、これ以前のやつはほぼほぼみんな充電、電池入っとったんで、この電池ね、結構充電する能力高いんで、うん、でこれで今ちょっと充電かけてるんでね、このボタン押したら、あの、モーターに今電気流れるように、発電池の方からはあのここ、ダイオードをねプラス側入れて発電池から蓄電池充電する方向にしか流れないようにしてあるん で発電池の方は、これねこことここここプラスマイナスになってるんでつけたら SMD ちょっと今片手でねうまいことつけれないんですけど、まあこういう感じでねこれ今9個あるタイプのやつ、まあ、そこそこしっかり光りますんで、もうこのライティングだけであればねこれでもしっかりバーッとできるんですけど、そのパワー、この今のパワーだけではこのソーラーモーター回らないんで、充電してから回すっていうね仕組み。まあこれがね発電池からの充電で、まあ、モーターを回すっていう仕組みの、これまあずっと回してたらまたこの蓄電池の電気、充電池のエネルギーなくなったら止まるんですけど、またこうマーサンと置いといたらなんぼ、まあ、このタイプで5年ぐらいは多分ね発電ずっと続けてくれるんで、充電ずっとできるっていうねタイプです。まあ、あとまああのこれはねこういう発電、こういう電池で発電するっていうねタイプなんですけど、これからちょっとまた時間かけてねやっていこう思ってるのが。スターリングエンジンっていうのをね、よう YouTube でも見るんですけど、それにちょっと私の方が、ちょっと私なりにもっとええものを作って、でね、もう以前にちょっと、もう5年ぐらい前に私がね、考案してる VHP っていうね、ベリーホットポンプっていうポンプがあるんですけど、まあ、それをもう回したら、そのポンプ自体がね、内部で5、600度の熱を出す、ね、作るための、作ることができるポンプ一応作ってやるんで、まあ、それをスターリングエンジンでそのポンプ回して、でそのポンプの熱でまたスターリングエンジンをあの回すっていうね方式のものをこれからちょっと時間かけてやっていこうかなと思います。まあ、ベリーホットポンプいうのはねもう一応あの会社の方でもいろんなところに使って実績ありますんで、それをまああのうまく今から作っていくね、スターリングエンジン。
まあ、最強の、まあ、世の中で一番のものをちょっと作ろうかなって思ってますんで、うん、まあ、それをね、まあ、すぐには多分できないと思うんですけども、まあ、やっていくもうストーリー一応考えてますんで、これはね発電池ね、これでねまた有効な使い方もあるんでね、うん、いいと思います。以上です。